私の名前は伊集院茂雄。人類史の暗黒遺産たる拷問を使い、法の目を逃れる悪を裁く者だ。私の生業と背負った業が導くのだろう。ようこそおいでくださいました。どうぞおかけください。はい。我が事務所の門を叩くのは心に拭えぬ怒りを抱いた者だ。今回の依頼者である馬場さんというご婦人に私はテレビで見覚えがあった。今回の要件はもしや報道されていた旦那様の事件に関わることですか？はい、その通りです。どうやらあの事件の裏には深い闇があるようだ。私の夫に汚名を着せて葬った黒幕に死の報いを与えてほしいのです。彼女の目の奥に渦巻く怨嗟の炎がそれを如実に表していた。依頼者の夫である馬場博光は財務省の官僚を務めていた。自粛が明けたら九州にでも旅行に行かないか？いいわね。でもお仕事は大丈夫なの？君のために何とかするさ。子宝には恵まれなかったが、愛する夫と共に過ごす生活は宝だった。しかしそんな生活にもある日から陰りが見え始める。どうしたのあなた、顔色が良くないわ。大丈夫だよ、仕事が少し大変なだけさ。そのきっかけは仕事から帰ってきた夫の顔色が悪かったことだった。長年連れ添った勘から依頼者は良くないことがあったと分かった。大丈夫だから。分かった、でも悩み事があるなら言ってね。しかし夫の仕事は国家に関わること、守秘義務もあり詮索はできなかった。それから数日後、彼女を地獄に突き落とす出来事が起きる。はいはい。馬場さんですか？ご主人が通勤時の人身事故に遭われまして。何ですって？警察から夫に不幸があったと連絡が入ったのだ。電車へ飛び込んだという夫の遺体は損傷が激しく、所持品から本人だと分かった。あなた、どうして、どうして？通勤ラッシュの時にフラフラと線路へ。依頼者は愛する人が追い詰められていたことに気づけなかった自分を責めた。さらに彼女を打ちのめしたのは夫が汚職をしていると報道されたことだった。旦那様の国有地の不正売却についてどう思われますか？夫はそんなことをしていません。なぜ死者を冒涜するのですか？世間の目とマスコミの執拗な追及は悲しみ癒えぬ彼女をさらに追い詰めた。そんな時、心身ともに疲弊していた彼女を訪ねたのは近所の主婦だった。馬場さん、少しいいかしら？何かご用ですか？もう人は信用ならなかったが、何やら大事な話があるというのだ。聞けば彼女は夫が飛び込む瞬間を目撃していたのだという。旦那さんの事故なんだけど、後ろから押されたように見えたの。え？後ろから押された？旦那が何者かに殺された可能性があると。当時出勤途中だった彼女は偶然見かけた依頼者の夫に目を向けていた。あら、馬場さんの旦那さんだ。もう助け。そうして見た事故の瞬間の彼は自分の意思で飛び込んだとは思えなかったという。その情報は依頼者を奮い立たせた。きっとあの人は濡れ衣を着せられるために殺されたんだわ。そう、夫は汚職などする人間ではない。真実への鍵を探し、彼女は夫の遺品を調べた。やっぱりあの人は罪なんて犯してない。すると机の奥に隠された夫の手記に当時の経緯が書かれていたのだ。夫の後ろには大物政治家が控えていた。今こそ強くならなければ日本に未来はありません。その男の名は堂間利信。旧家族の家柄を持つベテラン議員だ。自らの血筋を誇る堂間はそれゆえに高い愛国心を持っていた。土地は安く調達する、祖国愛を教える学び屋を建ててほしい。土地をご都合いただけるならば素晴らしい学校をお約束します。馬場君、この学校法人に国有地を売る、この値段だ。え、7割引きですか？市場価値よりはるかに安いので国民が納得しないのでは？うるさい、お前は黙って書類を進めればいいんだよ。ドーマは夫に有無を言わせなかったという。そして奴の狙いはもう一つあった。これで学校法人はボロ儲けだ。今後私の傀儡となるだろう。その学校法人を言いなりとし、同時に汚い金を得ようとしていたのだ。夫の指揮はここまでだった。だがもはや察しはつく。あなた、つらかったわね。この不正が世にバレた時点で堂間は夫に罪を着せ、口封じに殺したのだ。この男はとんでもない芸道、あなたの無念は私が晴らします。無論依頼者は事件の真実を世に訴える行動に出た。しかし、すみませんがこの案件はうちの署では扱いきれません。え、なぜですか？悪いが命あっての物種だ。うちも女将に逆らう真似はしたくない。そんな。
警察もマスコミも権力を恐れて彼女への協力を拒んだというのだ。ドーマ一家は明治の頃から日本の政財界に根を張る一族だという。でも警察やマスコミまで恐れるなんて。家へ戻りながら依頼者が次の手を考えていたその時だった。突然強い力で何者かが彼女の背中を押したのだ。そして彼女は車が行き交う車道へと押し出される。あぶねえ。幸い近くにいた若者が助けてくれたため依頼者に怪我はなかった。おばさん大丈夫かよ。誰かが私を押したの。なんだとクソが、この人混みじゃ。しかし彼女は夫もこうして殺されたのだと確信した。それから彼女の周りで身の危険を感じる出来事が続いた。あなたすごい記者なんでしょ。お願いです、夫の記事を書いて。それでも彼女は諦めなかった。あんたこの件はやめときな、命がいくらあっても足りねえよ。そしてある一人の記者と出会う。夫の無念を晴らすまで私は諦めない。お願いお願いします。俺は書けねえが、そこまでの覚悟ならせめていい人を紹介してやる。そしてその記者から私のことを聞いたというのだ。依頼者は今までの経緯を語ると、私の前に一冊の手帳を差し出した。これが夫の書き残した不正の証拠です。お預かりください。旦那様の遺品よろしいのですか。恨みを晴らすためなら。そう口にする彼女の目には不退転の決意が光っていた。私が丁重に遺品を受け取ると、彼女は胸に溜まった思いを吐き出し始める。夫は懸命に働いていました。自分の仕事が国のためになることを誇りに思っていたのです。愛する人を語る彼女の言葉に感じるのは強い愛惜の念。その時彼女の顔に般若が宿る。あいつらはそんな夫の教師を踏みにじり、汚名をかぶせて使い捨ての道具にした。夫との日々は私の宝だった。それを飛ぶ側に放り込んだ奴らを絶対に許せるものか。彼女が吐き出したのは魂を切り裂くような怨嗟。それは聞く者の背筋を凍らせるほどの強さがあった。そんな彼女の嘆きを見捨てることなどできるはずがない。あなたの恨みは分かりました。あとは我々にお任せください。ルカ君。はい、身を隠せる安全な場所へご案内します。ありがとうございます。こんな声に報いることこそ拷問ソムリエの本懐。ドーマなら知っている。奴の悪辣さを思えばいずれ機会が巡ってくると思っていた。ドーマ、貴様の積み重ねてきた罪業全てこの移住員が裁いてやる。貴様の栄達のために犠牲にしてきた人々の怨嗟は決して軽くはないぞ。私が依頼者が集めた証拠を精査していると、ルカワ君が帰ってきた。ババさんは大丈夫だったか。はい、ちゃんと長老にお預けしました。ところで先生はドーマと何か因縁があるのですか。彼は私を見ながらこんなことを問うてきた。ルカワ君に悟られるとは、私としたことが空気に出してしまったか。以前に私の家族が惨殺されたことを話したろう。ドーマはその一件に関わりがある男なのだ。え？今回のターゲットを理解するために少し彼に話してやろう。我が移住院家とドーマ家は同じ旧家族、つまり昔の貴族階級だ。そして商売や政治の世界において明治時代からのライバル同士だった。そうだったんですね。貴族みたいな生活とはよく言うけど、まさかのリアル貴族。そして古くから両家の関係は良好と言えず、私の父の代でもそれは変わらなかった。ドーマの手の者がうちの系列会社にまた妨害工作をしているらしいな。はい、近頃はもう隠さなくなりました。そのため父は日々頭を悩ませていたのだ。しかし移住院家はドーマに比べて資産も政界への影響も上だった。あまり図に乗るなよ。貴様らの時代は長くはないのだ。場をわきまえたまえ、己の感情を制御できんのでは上に立つ資格はないぞ。それゆえにドーマ家はことさら私の父を目の敵にしていた。そうしてあの悲劇が起きた。父さん、母さん、なんだこれは。私が18歳の時、何者かが家族をはじめ屋敷にいる者すべてを惨殺したのだ。家族を失った私は嘆く間もなく身を隠さねばならなかった。家族を皆殺ししたということは、犯人にとって移住院の人間はいたらまずいんだ。犯人はわからない。だが襲撃者が移住院家の断絶を狙っていたことは明白だったからだ。私は各地を逃げ回った末、安全を求めドヤ街へ逃げ込んだ。兄ちゃん、浮かない顔してるな。一杯どうだ。はい。そして長老の手でかくまわれたのだ。
この事件にドーマが関わっている。それは直感的に分かった。しかしこんな大それたことをあの小物だけでできるのだろうか。いいから飲めよ、しげちゃん。当時伊集院家は多くのソネミを買っていたため、犯人を特定しきれなかったのだ。そんなことがあったんですか。なら先生の仇でもあるということでしょうか。私の話は必要ない。ターゲットの性質を理解するために話したまでだ。失礼しました。うん、私は依頼以外で殺しをすることなどない。それが矜持だ。その後私はドーマの居場所を知るために情報屋へと接触した。こいつは特大のスキャンダルだ。ヤッコさんの性敵は喜ぶだろう。我々では宝の持ち腐れだ。うまく調理してくれ。遺品を他者に譲るのは忍びないが、奴を追い詰めるためだ。その中で私は思わぬ情報を耳にした。そういえばドーマの件だが、アモー組も動くようだよ。どういうことだ。ドーマの娘とアモー組の縁者が駆け落ちしてね。奴は一族の恥だと娘一家を消すつもりらしい。娘の幸せ一つ祝福できんとは愚かな男だ。そうしてドーマがいる別邸へ向かっていると、世の中に思わぬ動きがあった。先生、ネットを通じてドーマの不正が世の中に公表されているようです。始まったな。五代に情報拡散を頼めばあっという間に隅々まで行き渡る。我々が到着すると別邸にはマスコミが集まっていた。マスコミも動きが早いですね。好都合だ。奴らに紛れて中へ侵入するぞ。 SP が対処に追われている今がチャンスだ。中に忍び込んでしばらく進んでいると見知った顔が現れた。先生、あの方は。うん、あれはスナガか。アモー組の屈指の狂人、バイティングスナガだ。私は音もなくスナガの背後を取る。おいスナガ、アモー組の刺客はお前か。この声は伊集院の旦那だ。また背後取られた。スリルあるな。こいつらの目的もドーマなんだろうが、あいにくとその身柄を渡すわけにはいかん。スナガ、ドーマはこの拷問ソムリエが狩る。いいな。なるほど旦那。では平等にじゃんけんにしましょう。じゃんけんなどしない。黙って譲れ。はい、世の中って不平等ですものね。そして旦那が粛清してくれるならわけです。その時護衛の人間が現れた。ぶち殺すぞ俺、侵入者が。明らかに金で雇われた半グレだ。ではスナガ、奴らは任せる。何卒お願いします。え、旦那ひどい。やることがなくなったのだ。何か仕事を与えてやらんとな。そしてドーマの執務室へとたどり着くと、奴は入ってきた私たちに眉目を寄せる。賊が紛れ込んだと聞いていたが、伊集院、貴様だったのか。その態度はまさに傲慢不遜。これで国民の代表などよく務まるものだ。さあ、貴様の悪事を清算する時だ。来てもらおうか。伊集院家も消えたのに今さら復讐とは無駄なこと。そう鼻で笑うと奴は指を鳴らした。そこに現れたのは筋骨隆々の屈強な男。なるほど、これが余裕の源か。ボス、この男を殺せばよろしいでしょうか。その男はルール無用の地下格闘場でチャンプだった男。自慢げに話していたドーマだったが、奴の言葉を途中で切る。なぜなら奴のたわごとが終わる前に自慢のデクノ棒を処理するからだ。これでもどうぞ。眩しい。チャンプ、目つぶしは戦場の上等手段だ。今回はいろいろと立て込んでいる。こんな素人と遊んでいる暇はない。私は状況が飲み込めない奴の背後へ回ると、その首を締め上げた。なんて強さ。さあ行くぞ、貴様を裁く場所へ。積み重ねてきた悪行にふさわしい罰が貴様を待っているからな。奴の身柄を確保した我々は拷問室に設置された冷凍庫へと放り込んだ。くっ、寒い。ここはなんだ。貴様の処刑場だ。なかなかに壮観だろ。中に入れて1分も経たずに目が覚めるとは、さすがはマイナス20度の世界だ。するとバカが案の定わめき出す。伊集院家め、こんな形で復讐など家族の恥。うん、うわ。さえずるなゲス、貴様ごときに支援などない。その悪行を裁くために捕まえたのだ。復讐だというのなら、とうの昔にあの世へ送っている。
こちらの趣旨を理解させたところで、奴の両親へ訴えることにしよう。貴様は真面目に働く財務次官に不正を強要し、罪をかぶせた上に自殺に見せかけ殺害したな。パパのことか、それがどうした。彼やその遺族に申し訳ないと思わんのか。そして奴から返ってきた答えに反省の色などなかった。下民など我ら貴族にとって家畜も同然。使いつぶして何が悪い。移住院家の者らしい愚かしさよ。だからこそ貴様らは消え失せたのだ。この歪んだ先民思想、醜悪というほかない。その時それを聞いていたルカワの空気が変わった。先生すいません、殴ります。愚かなのはお前だろ。うわそして歯を全部折ってしまった。ここまで怒るとは珍しい。だがこんなものは無論序の口だ。ドーマ、本番行くぞ。ルカは貸せ。はい先生、こちら無知でございます。このようなゲスが国の上層部にいるなど、やはり害悪にしかならん。私は無知を手にすると奴の背に向けて思い切り叩きつける。うっ、その一撃で奴の皮膚は激しく割れ、流れた血もすぐに凍りついた。これは渓谷で行われている悪名高き冷凍拷問と言われるものだ。貴様らは国家に反逆した。極寒の中で己の罪を悔いるがいい。寒い。方法はただ極寒の冷凍室での放置、凍傷による手足の壊死や低体温症で死に至る。私はその拷問にさらなる改良を加えた。貴様の汚れた血を流し尽くすがいい。これは過去一痛そうです。凍傷にかかった体に打撃を与えることで皮膚が裂け、血が凍る痛みを味合わせるのだ。何度か打撃を入れると奴はたやすく音を上げた。貴族を気取っている割には根性がないことだ。わかったわかった、私の知っていることは全て話す。だから命だけは助けてくれ。何の話だ。私がそう言うと奴は必死に舌を動かした。あの事件は力を増していた移住院家を潰すために世界の重鎮たちが起こしたんだ。実行犯は私も知らない。黒幕は御前という古くから世界を牛耳る大物だが、顔は知らないんだ。言いたいことは終わったか。では続きといこう。なぜだ、喋ったのに。そんなもんどうでもいいんだよ。これは貴様の悪行を裁くためだと言ったろうが。さっきの情報は貴様が勝手に吐いただけだ。あ、そうそう、お前なんで馬場さんの口封じしたの。正直に答えろ。都合の悪いことを外で言われたくなかったからです。助かりたいの。助かりたい。奴は醜くも命乞いを繰り返す。だが私の答えは決まっている。拷問してるって外で言われると都合悪いんだよ。でもお前を口封じで消せば解決だ。そうだよな。そこからさらに35発撃った時点でドーマは痛みと低体温症で息絶えた。こうして今回の依頼は終わった。ババさん、どうか前を向いて生きてください。きっとこのご夫婦は政財界の下道に虐げられた氷山の一角だろう。こうして下道どもをほふっていれば奴らへと行き着くかもしれない。本日の動画は以上です。ヒューマンバグ大学では闇をテーマに様々な物語を展開していきます。他の動画もぜひ。